独学ブルースピアノ。このコンテンツはブルージーなピアノを弾けるようになるまでの練習日記です。基本はブルースサノン、自分なりに咀嚼してブルージーって何を突き詰めていきます。座学もあり、ゴールは半年後。エクササイズ12では、早速、弾いてみました。まだまだでございますが、どうぞ。ちょっとですね、まだだんだん難しくなってきてます。今回2箇所くらいですね、左手の伴奏がガラッと変わるところがあるんですよね。後でご覧に入れます。ちょっと息苦しいところもありますが、まずはこのレベルということで記録をしておきたいと思います。後半が難しいな。こう変えてですね、ちょっと左手右手別々にと記録することにしました。まず左手です。これがメインのリズムといいますか、なんですが、2箇所ばかりちょっと変わるところがあるんですね。実はここが難しくて、ここにいながらここが動かないといいますか、ここ練習しないと全然右手と合ってないです。続いて、ライトハンド右手のいってみます。メロディーの方ですよね。ここはですね、エクササイズの9ぐらいから続いてるこの
半音ずつ上がったり下がったりするところです。ですので慣れてくると抑えられるんですけど、やっぱり指がピッとずれてしまったり、するので、思うようにスピードが上がっていかない。まあこれ練習なんでしょうね。指の幅を固定しながらずらしてエコ移動していくといけるかなと思っても、やっぱり発見貢献でいく動くのでまだ慣れておりません。ですか、145の、ではないんですけど、1の1、4の1、5の1、2で変わるっていうのは合ってるんですね。これがブルース進行といいの言うのかまだ分かっておりません。で、僕の好きなパート、この部分です。弾けてないと思います。右と左で合わせると全然ダメになっちゃうんですけど、ということで、練習していく中で少し気づきがあったので記録しておこうと思います。いろいろやっていく中で、3つほど気づきです。ピアノの前に座った上時にももがあると思うんですけど、左右のももをですね、左手右手譜面見ながら音読、テン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 、今回のリズムだと、で右だとテテテテって、これをですね、両方同時にやるのは難しいですけど、片方を目読でいいんですかね、頭の中で、こう膝を叩きながらリズムを取ってみる、左右の合わせてやった上で鍵盤に手を持っていくと意外とうまくいく時があるっていうのに気づきました。2つ目がですね、迷わず引くが間違ってますけど、引く勢いですね、大事ですねっていうのが、あんまり迷ってないでバッと引いてしまう、引けたらですけどっていうのが意外と、あ、うまくいったじゃんみたいなのがあってちょっと嬉しかったです。3つ目は、この曲の、小節いくつか部分に分けてですね、特徴のあるところに分けて繰り返しそこだけを練習しながら進んでいく、次のグループ次のグループっていうの方が、自分に合ってるのかなと思いました。しばらくしたらですね、リベンジでどれぐらいビフォーアフター、今の状態とどれぐらい、上達してるか見比べられるように、コンテンツ記録していきたいと思います。今日は、この辺で